はい、じゃあ始めます。じゃあ今日もですね、この大部領事教について親鸞聖人はどのように、おっしゃっておられるかをですね、和算を通して明らかにしたいと思います。まあ、親鸞聖人ですね、晩年この教行信証と同時に、三条和算といいまして、大切な和算をですね、ひらがな混じりで、教えの大事な部分をですね、たくさん残しておられます。で、今日はその浄土和算というところの部分でありますが、この浄土和算の中でもですね、この大部領事経について親鸞聖人は22のお歌を作られて、大部領事経の御心を皆さんにも知ってもらいたいと。この大部領事経に真実の、仏様の御心が、込められておりますので、まあ、それを今日ね、皆さんと共に、お聞かせいただきたいと思いますね。で、今日は前回の続きで、この講義ではですね、十八願の御心をですね、親鸞聖人は三つの御和算を通して教えておられます。十八願といったら、この本心、阿弥陀仏の本心ですけどね、本願の心なり、第十八の千尺本願なりと親鸞聖人おっしゃってるんですけどね、まあ、それを今からお話をいたします。四心心行欲生と十方生を進めてぞ、不思議の誓願表して真実法度の因とすると。まず一つ目の御和算ね、一つ一つ見ていきます。この阿弥陀仏の本願48があるんですけども、その中でですね、第18の本願、これ千尺本願とこう言われますけどもね、これは阿弥陀仏がですね、48ある中で阿弥陀仏が選び取られた本願でございます。まあ、今でもね、この十八願といったらね、お箱と言いまして、あるいはカラオケでもね、十八番といったらですね最も得意とするものをね、歌を、得意な歌を十八番お箱と言いますようにね、その根拠はここから来ております。阿弥陀仏は48願建てられましたけども、18願こそがですね、阿弥陀仏の本心、皆さんをですね、この世も未来も救う、ね、本心が誓われている。まあ、これを親鸞聖人は最も大事にされた方なんですね。で、その18願の御心をこのように歌われました。四心心行欲生と十方生を進めてぞ、不思議の誓願表して真実法度の因とすると。この本願もお約束の中で一番大事な御門が四心と心行と欲生、これ三心とも言いましてね、阿弥陀仏は我々を救うためにね、三つの誓いを、三つの心をですね、誓われたんですね。四心の心にしてみせる、心行の心にしてみせる、欲生の心にしてみせると、こういうふうにね、三心を誓っておられます。まあ、意味はですね、四心とはこれは誠の心、仏様の心をですね、四心と申します。これ最高、この四はこれ最高という感じで、誠の心、まあ、真実信心、この後にね、次の和算に真実信心うる人はとありますけどね、この真実信心のといったら、この四心心行欲生のこの三心を真実信心と申します。誠の心、仏様の心をですね、信行する、信行とはこれはですね、信じ憧れる、信じ敬う、誠の心をですね、本来ならば自分が起こさればならないんですが、この十八願ではですね、どんな人も救うために、与えてやると、ね、他力栄光と言いまして、阿弥陀仏が与えてくださる心、誠の心を我々に、誠の心を我々に与えてくださるというのが十八願なんですね。だからこれをいただいたらですね、私たちですね、十方生を進めてぞ。ここで注目すべきはですね、阿弥陀仏はですね、十方といってね、十方修行を救うという本願を立てられたんですね。十方修行、十方とはこれは、東西南北上下周囲といって、空間的にね、すべての、空間、ね、大宇宙すべての生きとし生きるものを救うと、
というお約束を阿弥陀仏は誓われた。その十方衆生という言葉をね、生に置き換えてます。これはどうしてかと言ったらですね、生はこれね、もろもろのあると書いて、これは迷いの世界、迷いの世界、つまりね、自分は迷っている自分だと知らされるんです。これは実は本願成就門といってね、この本願門はですね、我々一人一人の上に成就する。この本願はね、単なるね、約束、から証文じゃない。必ず皆さんの上に一人一人ですね、成就する。これがこの本願の素晴らしいところ。一人一人この本願があなたに成就するんだと。あなたの上に成り立つんだとおっしゃるんですね。で、その本願が成就した時が、ね、自分の本当の姿が知らされた時なんですね。これを、生、衆生とね、十方衆生とあるのをですね、本願成就門では生衆生とおっしゃって、生とは迷いの私、これ仏教で気の人心と言います。本当の自分の姿、己のね、姿が知らされてね、うぬぼれていたね、鼻が打ち砕かれてね、己のお粗末さ、ね、自分の己の姿が知らされた、迷いの姿が私であったと知らされるんです。そういうね、己の本当の姿を知らせる。まあ、そのためにはこの後ね、十空二十願というものをですね、解かれて、その十空二十願を方便を通って、この十八願に私たちは入らせていただくんですけどね、まあ、そこも込めて言われてますけどね、十方生を進めてぞ、皆さんにですね、四心心行欲生の心、この心にしてやりたいと阿弥陀仏は誓われてね、それは十方衆生、どんな人も例外なくね、この身にさせてやりたいと、こう阿弥陀仏は誓われた、ね、十方衆生を生衆生とね、己の本当の姿を知らせて、この身にお導きしたい、十方衆生を進めてぞ、ね、この世界まで、この幸せな世界まで、ね、進められたのが阿弥陀仏であり、またお釈迦様なんだと。で、この四心心行、ね、誠の心、仏様の誠の心を四心に心行して、欲生我国、これは浄土に生まれられると思う心、ね、生まれんと欲するとありまして、浄土に生まれたい、ね、清らかな心に、ね、なりたい、浄土に生まれたい、ね、汚れた世界を離れて清らかな世界に生まれられるという心、これも与えてやると。つまりこの汚れいっぱいの私たちね、私たちはこれ江戸が好きなんですね、このシャバ世界ね、が我々は残念ながら好きなんです。それではいつまでたってもね、このシャバ世界、輪廻から離れることができないんで、あなたの心にね、浄土に生まれたいという心を起こさせてやりたいと。この頃なかったらやっぱりね、幸せになれないんでね、この汚れた世界、煩悩から離れたい、我々は煩悩大好き人間なんですけどね、それでは永遠に救われないんで、あなたの心の汚れを抜き取ってね、汚れを離れて清らかな極楽浄土、幸せな世界に生まれられると、生まれんと欲するね、誠の心でを信仰して浄土に生まれられるという心、これをですね、起こさせてやりたいと、こう阿弥陀仏は誓われた。十方衆生に誓われた。で、それを受け取った時が生衆生、それには文具を名語といってね、聞くね、教えを真剣に聴聞して、この身になることができるんだと。で、この身にですね、四心心行欲生、十方生を進めて、ね、で、この身になったならば、ね、どういう思いになるかといったらですね、この四心心行欲生のね、これ真実信心が得られたならば、この進められて私たちはこの身に到達するまで聞かせていただく。この身になったならば、不思議の誓願現れて、真実報道の因とする、ね。不思議、想像することのできない誓願。まあ、これはね、どんな人をも救うだからですね。そういう条件がないんですね。どんな人も救う。ね、たとえ極悪人であっても、ね、差別なく救う。その人間の頭ではとても想像できない、そういう世界を
説かれ、そしてその世界に導こうとされている、これが、阿弥陀仏の誓願でございますから、それを信頼上人はご自身が体験されてね、お経に書いてある通りね、想像することができない思議、思い測る、思い測る、これ義はこれ測る、想像する、思い測ることができない誓願、誓われた願い、これがこの親鸞の上に現れたと。親鸞体験できました、聖宇修行と十方を塩と誓われたこのね本願が聖宇修行、私も迷いの人間の一人でございましたと木の人心が立ってですね、こんな私でも救われましたから皆さんも救われますということで、不思議の誓願現れて、弥陀の本願誠でございました、本願誠とね誓願が親鸞の上に現れて、でこの賜った信心がですね、これが、真実法度の因とすると。やっぱり極楽浄土に往生するにはね、幸せな世界にやはり行くにはですね、原因というものが必要ですからね。それで原因というものがこの信心が原因になるんだと、こうおっしゃるんですね。この信心が原因となって真実法度に我々は往生できる。原因なくして往生することはできません。それでここにですね、誠の真実、真なるものが事実となって現れる、真なるものが現実としてこの現れる、そういうね世界、報われた世界、これ本願によって報われた世界、そういう幸せな世界に行くにはね、それ相応の原因がね、切符が必要でございます。で我々は自分では用意できなかったならばですね、阿弥陀仏が与えてやろうということで、真実法度の原因とすると、ね、この信心が極楽浄土往生する原因となると、こうおっしゃってるんですね。でこれが次関係して次の和さんもね、みんなこれつながっている内容になるんです。まず死心信行欲生の身に全ての人をさせてやりたいと十方修行と誓われて、その十方修行と本願を聞いた者はね、聖宇修行と我が身を受け止めてね、迷いの私でございましたね、己のね、お粗末なね、自分の本当の姿が知らされてね、で救われる、ね、聖宇を勧められた。でこの死心信行の身になったこの不思議の誓願、この信心欠如が真実法度の原因となるんだと、こうおっしゃる。これは次のね、次のご和さん、これは実はね、11願の、内容なんですけどね、この18願と11願はね非常に関係が深いんです。そこを今から説明いたします。真実信心得る人はすなわち成就の数にいる、二重の位に入れぬれば必ず滅度に至らしむと、こうおっしゃってます。これは先ほどの18願のね、この死心信行欲生、これが我が物になった、これが体験できた人を真実信心得る人はと言われてますね。誠の真なるものが事実となってこの身の上に現れ、本願成就した誠の心、これをね、得る、ね、体得する、阿弥陀仏から賜る、得る人はどういう人かといったらですね、これについてはですね、11願に誓われている。11願にはですね、本願文で言ったら、すいません、正直で言いますと上等学生大涅槃とあるんですね。上等学生大涅槃、こういうふうにある、それがこの五文の意味なんですけどね。上等学生大涅槃、頭角をなり、頭角をなり大涅槃を称する、上等学生大涅槃と、この御心をね、親鸞聖人こういう和算でおっしゃってるんです。成就、成就だ、これ小成就の意味ですね。いわゆるあの不退転、小成就不退転と言いまして、正しくは小成就、略して成就、定まったこれ人、これはあの仲間という感じなんですね。この字でこれ仲間ね、諸仏の仲間を利用する定まった人、
まさしく正しいところに定まった、必ず仏になれることに定まった人、これを正成就と言います。これをね、等覚とも言うんですね。これはお経がちょっと違うから、同じ大無量寿経でもね、あの意訳本といって、この大無量寿経以外にもですね、異なった翻訳がいくつも残ってまして、これ正真の場合はですね、大無量寿経と同じお経なんだけども、まあ如来へというですね、そういう別なお経にはちょっと訳し方が違うんです。正式の方は等覚と言われた正成就の成就は、これ大無量寿経、こっちは如来へ。そして第二版、これを、大無量寿経では滅度とおっしゃってるんです。意味は全く同じです。翻訳が違うだけ。だからですね、十一眼といったらね、どんな眼かといったらですね、この世正成就になったならば必ず滅度に至ることができる、至らせるという本願なんです。これが十一眼なんです、ね、十一眼というのは、十八眼に救われた人は必ず死ねば滅度、仏に、まあ、死ねばというよりは未来ですね、本当は死ねばとは言い切るのは良くないんですけどね、正成就になったら必ず 100% いつかはですね、心が成長してですね、絶対崩れない不退転の位になって仏の悟りを開くことに定まりますから、ね、この世正成就になったら未来は必ず、仏の悟りを、開くことができる、こう誓われたのが十一眼なんです、ね、だからまさにこのご和さんは十一眼のご門でございますね。真実信心、死心信行欲生の身になった人はイコール、すなわち成就、正成就の数、諸仏の仲間入りを、果たすことができた。入正成就と言いますね。入正成就。で、この正成就とはですね、悟りで言ったら41段以上の人です。で、これを不退転と言いますね。もう退かない、転ばない、不退の位が正成就でございます。これを等覚と言います。等覚とはこれですね、等しい悟りってありますけどね、これは一応正成就になったらね、必ず仏になれるからね、仏と等しいという方もするんです。本当はまだまだあるんですけどね、もう仏になることに定まりますから、これを等覚と言います。ただ等覚も成就も同じ、現在正成就になったならば、等覚になったならば、未来は必ず大涅槃を悟る、これが上等学生大涅槃。大涅槃とはですね、涅槃とはニルバーナといって、苦しみが吹き消された世界、一切の苦しみが吹き消された、ね、最高の幸せな世界を大涅槃と言いますね。大涅槃を悟る、これは必至滅度願成就といって、十一願が成就されているから皆さん必ずこうなるんですよと正式におっしゃってるんです。現在正成就になった人は不退の位に入るから、未来は必ず 100% 滅度。滅はこれね、苦しみが滅した世界、涅槃のことを申します。度はこれ渡るという感じで、死願から悲願に渡る、江戸汚れた悩み苦しみの世界から、幸せな悲願悟りの世界へと、これ渡るという感じね、度する、悲願に渡って苦しみが滅した世界、これが滅度、大涅槃、全く同じ意味ですね。そこにね、必ず真実信じ得た人は 100% 必ず至らせてみせる、これが本願の十一願でございます。十一願といったらね、これはね、親鸞聖人ね、教行信証証観、教行信証証観とはですね、これは十一願について詳しく述べられた巻物なんですね。で、教行信証神官はこの十八願についてね、詳しく述べた巻物ですけどね、十八願については教行信証神官に述べられている。で、この後にですね、親鸞聖人はこの神官の後にですね、正観をまた詳しく説かれた。正観とは何かといったら、十一願についての解説なんです。神官は十八願についての解説。
まず神官で信心を売る、私たちはこの世で救われる、この世で幸せになれる、そういう、この世の救いははっきり説かれたのが教行信証信官で、信を得たら、ね、どうなるかについて未来皆さん一応関心が出てきますからね、未来の不安を払拭するために未来のことについてもおしゃ、阿弥陀仏がちゃんとね安心できるようにね誓っておられますから、それがこの五問ですよね。真実信心得る人は、ね、現在阿弥陀仏に救われた人はイコール、ね、正常寿の数、諸仏と等しいと、もう一応あの41段でもね諸仏と等しいんです。もう一応仏の心を一応ね得たと言ってもいいんです。ただまだまだありますけどもね、ある意味オートマチックで絶対ね退かない、不退転、退かない、転ばないくらいにいるからね、で必ず未来は、ね、まあ、死んだ後とはちょっと私はここはちょっと疑問がありますけど ね、必ず未来は仏になれる、これは間違いないんです。これは阿弥陀仏がね、上等学生大涅槃、ね、如来へというね大無量寿薬文では現在当確になったならば未来は大涅槃を称する、こう誓っておられます。でこれが成就するのはね必死滅道願成就といってね、11願がすでに成就しているから、阿弥陀仏がね11願を誓われてね、その本願がもうね完成しているから、だから間違いなくね、未来は仏になれる。だから大無量寿経の教えでもね、我々ボムでも救われて大乗仏教からずれない、一応仏教はね大乗仏教でいう限りは必ずね仏になれる教えなければならないんです、ね、大乗仏教はみんな仏になる教え、ね、我々浄土仏教でも仏になれることをやはり親鸞聖人にね訴えたかったんですね。それでね、真実信心得たならばね、この世は正常時の位に入って不退転の身になって、ね、未来は必ず、ね、滅度、ね、仏様と同格の身に未来必ずね約束される。それはなぜかといったら阿弥陀仏の11願があるからだと。それでこの唱歌に徹底してね11願と11願成就文についての解説が詳しくなされています。ただこのね、上等学生大涅槃必死滅道願成就、現在、ね、仏様と等しい悟りになる、これを正常寿という、これが真実信心得た人、仏様の心を賜りますからね、仏様の心とは師心ですよね、誠の心、それで清らかな心をねいただくんだからね、いただいた時はね信心はあってもね自分の心は全然成長してませんけどね、でもねだんだん染まってきますから、いただいた時は全然ね自分の心は幼くてね仏様の心だけはすごいんですけどね、でもなぜか一体なんです。でもだんだん自分の心もね成長していって、だんだん自分の心も仏様と近づいてきます、ね、ただ必ず心は成長していきます。初めはね救われてもね煩悩は変わらないかもしれませんけどね、でもその後文法しまた布教することを通してですね、どんどん仏様の心がこのね、自分の心と染め上がってきてですね、やがてね仏様の心にね近づいていきますからね、必ず煩悩は減っていきます、必ず仏様の心にね染め上がっていきます、ねね、死心心行欲生この頃にねどんどんね染まっていきますから、だからねその実感があるから信頼書にもねこの調子でいったら必ず自分は未来は仏になれると、別にね死んだらじゃないですよね、もし死んだら仏ならばねこの死ぬことにすごいパワーがあることになりますよね。ね、皆さん死んだらね逆進したら死んだらみんな極楽行けると、だ早く死んだ方がいいじゃないですか、ね、早く自殺した方がね仏になって生まれてきて人々を救ったらいいですよね。そんなね肉体の死にねすごいパワーがあるんじゃないんです、ね、これは未来のこと、まあ、未来といってば死んだ後になるから、まあ、死後というふうに言うんですけどね、多分私の理解ではですね未来というのは、ね、死後じゃなくてこの救われたとどんどんですねあれ心が成長していきますから、それでまたね生まれ変わり死に変わりを通して私は仏へと近づいていくということだと思いますね。もうこれになったらね未来心配ないんです。何か生まれ変わってもね人間界か天上界ですから、ね、そして
三幕堂に落ちる心配はない。あとね、今夜だったら今度はね、幻想栄光で変えていきたいんです。自分が仏になるよりもね、自分がね、仏にあえてなることをやめて、ね、仏の命を捨てて、みんなを救うためにね、ずっとシャバ世界に帰ってきてね、みんなと共に幸せになろうというね、そういう心が、このね、仏様の頃ですから、自分がね、仏になるかどうかはね、あんまり問題じゃなくなるんです。でも未来はこう約束されてますから、安心できますけどね。だからといって、早く仏になりたいというね、そういう気持ちはないと思います。もしあるとしたらね、仏になる目的はですね、人々を救うためなんです。人々をね、多くの人を幸せにするためには、仏の能力、仏の知恵を身につけて、ね、多くの人を救いたいという思いで、菩薩はね、仏を目指すんです。だから、未来はね、どこに転ぼうがあまり心配はなくなります。ただ、死後に対する不安はね、消えていくと思いますね。まあ、それを、阿弥陀仏はね、11願でも誓われている。で、死神、心行、欲所になった人は、ね、イコール正常時の数に入ることができ、不退転の位に入ったんだから、必ず未来は、ね、仏に滅度、大涅槃に悟る、大涅槃に至ることができると。まあ、こういう誓いがあるから、誠だなぁと、親鸞聖人ご自身の体験からもね、このようにおっしゃったんですね。まあ、これはまさにこの世から未来にかけて、ね、親鸞聖に18願の御心を11願も兼ねてですね、混ぜて、おっしゃっておられます。そしてあともう一つですね、この18願の心をまた開いたのがですね、35願の御心なんですね。この阿弥陀仏の本願にね、この35の願の誓いがあるんですね。これを親鸞聖人はね、18願の心として紹介されてるんです。弥陀の大悲深ければ、仏知の不思議を表して、返上難しの願を立て、女人成仏誓いたりと、こうおっしゃってます。これはですね、阿弥陀仏の大慈悲は非常に深いんだと。罪深いね、女性であっても救う。これは当時の、時代背景もあると思いますが、まあ今はもう違いますけどね、お釈迦様時代、そしてこの大乗仏教が非常に広まった時代はですね、やはり女性蔑視のね、風習があったんですね。女性は助からない、女性は仏になれないというね、そういう考えがね、昔あったんです。女性蔑視、今でもたまに、今でもあれそうですけどね、女性は学校なんか行かんでもいいとかね、いうことでもうね、教育をね、受けなくてもいいようなところがイスラム教にはございますけどね。仏教は本来平等、女性男性差別しないんです。でも当時は現実として女性蔑視の傾向があって、女性は仏にはなれないというね、そういう風潮があったんです。それを打ち破るためにね、あえてね、阿弥陀仏はまた親鸞聖人はね、女人成仏、女性でも成仏できる弥陀の本願、女性もですね、男性に生まれ変わって仏になると、まあ、こんな言い方をされてね、これはちょっと皆さん抵抗あるかもしれませんね。ね、変上難し、これはね、男性に変化して男性に変わりなって仏になるというね、これはもうね、実は仕方なかったんですわ。当時の常識はね、仏はもう男性だったんですわ、ね、男性が仏、女性が仏でね、そういうのはね、もうなれないと思われてますから。それで本当はなれるんですよ。本当は仏様は男女平等で関係ないんだけどもね、当時のもう根強い、今でもインドではね、カースト制度といってね、ものすごい差別が今でもね、憲法では平等なのにね、もう根強く残っているんですね。ましてやお釈迦様の時代、またこう大乗仏教ができた頃はね、根強くね、女性差別があったんです。それを、それ影響を受けてね、こういう本願もね、誓われているんですね。まあ、蓮如上人もね、これを受けておっしゃってますけどね、女性、当時も蓮如上時代も女性差別が激しかった。そんな中でもね、女性でも救われることをですね、御文章に書いておられます。で、真実から言ったらね、みんな罪深いです。まあ、女性は特に罪深いという方する場合がありますけど、それはね、男性に言われたんです。ね、目の前にね、男性だけやったらね、やっぱおっしゃるんですわ。
女性の醜さというかね、まあ、これはあの女性に対する色欲、ね、欲望を起こさないために女性は罪深くてね、嫉妬深くてね、あんまりいいもんじゃないよと、まあ、いうことをですね、女性がいない場所でシャクソンが説法することはあったんですね。それ聞いた男性たちがね、あ、女性ってそうなんだと、もっと憧れてる素晴らしい人と思っているけどそうじゃないんだなと、欲望をね減らすために、色欲を減らすために女性の醜さを強調してね、あの女性蔑視のような表現が見られるのはそういう意味です、ね、もしここにね女性がいたら絶対お釈迦様ね、そんな差別表現はされません。もう女性も救われる、ね、男性もね平等に救われます、まあ、事実ね、釈尊時代でもね、あのたくさんおられます救われた方、まあ、テイリー・ガーターというね、あのお経の、ね、女性が救われて告白したお歌があるんだけどね、そこにいっぱいあります、ね、男性もいっぱい救われてますけどね、女性も救われた告白をねいっぱい残しておられます、ね、まあ、今でも浄土真宗でもね、妙好人といったらね割と女性も多いんですね。ただあの割合から言ったらね、女性が多いという言い方をする方もあるんですね。実際関係ないんです。要は真面目にね仏法を求めることができるかどうかなんですね。女性の場合ある意味ね、心が一つになれる場合もあるんです。女性にいいところはね、もう真実だと思ったらね、もう一直線に進める方が女性にはあるんですね。それで女性が多くね信じ受けとする人がいると、妙好人が多いのもね、そういう理由だという人もあります。まあ、実際は人数はちょっと微妙ですけどね、まあ、女性が多いというね意見も私は納得できます。ただ逆にね、あの女性蔑視のね、まあ、そういう考え方もね、あの分からんではないんですね。あの今回森会長が食い火でありましたわね、女性蔑視のあれは確かに言うてはなりませんよ。でもね、あの男性がいたらね、その気持ち分かるそうです ね。女性がいたらね、まとまらないんですわ意見がね、うん、ただ森さんの気持ち分かるけどね、もう発言してはなりません、ね、思ってるのは男性、また昔のね、ああいう時代の人はみんなね、そう思ってるんです。昔のね、もう70、80のおじいちゃんはね、もうそういうところで育ってきたんで、女性蔑視の男性優位の世界にいたんでね、その気持ちも分かりますけども、でもね、もう時代も変わってきましたし、ね、そういうことはね、思っとっても言うてはならないんですよね。まあ確かに、女性が集まったらね、意見がまとまらないことはあるのも本当なんですけどね。まあ、そういう、まあ、女性から言ったらね、私もそういうものがあると反省すべきことにもあります。でもね、男性も同じですからね、男性もそういう心もあるし、ね、共にみんな凡夫ですから、だから女性だけ特別悪人だということもありません、ね。まあ、それはお釈迦様の時代でも証明してますからね、救われるという点から言ったらね、女性もたくさん救われてます、男性も救われてます。そこはね、関係ないと思いますね。でもこれはやっぱりね、当時の人々はやっぱり女性から言ったらね、本願に漏れている阿弥陀仏はね、十方衆生を救うとこう誓われているんだけどもね、女性側からすればね、でも私は漏れてるんじゃないか、女性は特別ね、当時日本でもね、山にはね入れないですわね、比叡山でもね、高野山でもね、女性は、禁制なんですね。まあ、それは男性の修行者がを、ね、心を惑わすということで、禁止したんであって、別に女性が悪いとかね、女性が助からないからということじゃないんですわ。でもそういうような風潮も事実あったんで、ね、女性からすればね、十方修行と誓われておりながら、ね、私は入っていないんじゃないかと、こういうね疑い深い頃も事実あるんですね。まあ、これは凡夫そうですね、男性もそうですけど、女性もね、そういう疑い深い心が深いこともありますから、そういう人のために特別にね、第35の願を阿弥陀仏は設けられたと蓮如上人はね、御文章でもおっしゃってますよ ね。女性にとってはね、もう私は漏れたんじゃ、皆の本願からね外れた、漏れたんじゃないかというね疑い に対して、いや漏れてませんね、漏れてない証拠にね、特別に18巻の御心をね35巻でもう一回ね開いて説いたんです。だからこの35巻は実はね、18巻の御心をねよりね、
具体的に女性のためだけに35眼の心を開かれたと、こういうふうにね言っていいと思うんですね。だからねこの35眼だけは実はね願成就文がないそうです。一応ね48眼ね法然上人はね千尺宗にね全て本願成就文があると説いてあるんです。48眼ありますけどね、それぞれねこの本願がね偽物じゃない、ね、空虚なものじゃないためにね証明するために本願は全てね成就したことをねこの大無量寿経に書いてあるんです、ね、この本願がもしいくら素晴らしい願があってもねこれが成就、ね、私のように完成しなかったら意味がないですからね。本願は成就してこそ私たち幸せになれる。だから必ず本願は全て成就文というものがねございます。成就文とは私の上に成就する、私がその通り本願の通りになりましたという体験なんですね。ところがこの18眼成就文の中に実はこれを収めるんだけども35眼だけがですねなぜか成就文がないんです。それはこの35眼は18眼に含まれるから。だからね、小修行文語明語全ての人は文語明語の一年で新人歓喜で救われるという五文に含めていいから特別にね35眼成就文は必要ないんです。ということでねこれだけが成就文がございません。で、話を戻しまして阿弥陀仏の大慈悲は非常に深い。だからこれ差別がないんですね。どんな人も罪深い人であってもね差別がないから阿弥陀仏の大慈悲はね深ければとおっしゃってます。また罪の大小、ね、罪が深かろうが関係ない。どんな人もね、十方修行を救うのが弥陀本願だからね、その身に救われたものから言ったらね仏知の不思議を表して、こういうふうに言わずよりない、仏様の知恵を体得した体験から信頼上にはね仏知の不思議、想像することもできない不思議が現れて、仏知の不思議を表して表されたと、表して、ね、それで、この仏でもね、まず当然女性でも信心欠如できる、ね、信じけどすれば必ず成就の数に入って滅度に至ることができる。で当時の風習としてはね男性しか仏にはなれないというねそういうね間違った風習があったんで、それをねそんなん関係ないと言ってもねなかなか信じてもらえなかったんでね、それでね返上難死の癌という言い方でこの35癌は親鸞上人はこういう呼び方をされたんです。それはね疑い深い女性に対してはねあなたね、ね男性に生まれ変わってね変わりなる男性男子に生まれ変わって仏になれると、これが35の癌ですよということで親鸞上人ね35癌を返上難死の癌を阿弥陀仏はわざわざあなたのために建てられましたよ、そして女人でも成仏できることを誓われたんですよと、こうね親鸞上人はこの和讃でおっしゃってます。35眼どんな眼かねちょっと簡単にね、見てみましょうかね、どういう眼かといったらですねやはり18眼と似てますけどねこういう眼でございます。真宗聖典でいきますとね、まあ、33ページですけども簡単に説明いたしますとね、私が仏になったならば十方無量不可思議の諸仏世界、大宇宙のねたくさんのね想像できないたくさんの諸仏世界に女人がいた、女性がいたとしますね。この女人がね、我が名字を聞き、いわゆる説法ですね。我が名字、ね、我が名を聞いて、私の説法を聞いたならばね、歓喜心経、ね、歓喜、喜び、喜び、そして心経して、歓喜心経して、菩提心が起きる。菩提心が起きるんだと。そして、女心を縁をせん、ね、女性の体をね、糸いに組む。もう女性の体にはならないと、ここちょっとなんか抵抗あるかもしれませんけどね、女性の体を糸いに組む、そして命が終わったと同時に今信心欠如したならばもうね、死後女性に生まれ変わることはないと、まあ、こんな言い方をされて、
女性の体に生まれないということで糸井に組む。命を終わった後また女像、もう一度ね、女性として生まれるならば小学を取らずと、もう女性には生まれませんということはもう仏になれますから、そこから親鸞聖人は女性に生まれないからね、返上なし、男性として仏に生まれるというふうに言われたんですね。で、本当はこれ女性男性は仏教から言ったら関係ございませんね。だから仏様でもね、あれ大体男性ですけどね、でも観音菩薩は大体あれ女性にも見えますよね。優しい方ですから。でも本当は女性、いや、はっきりは言えませんけどね、観音菩薩はね、でも女性のような優しさを感じますよね。まあ、真実はね、仏様は男性というふうに描かれてますけども、本当は女性も仏にはなれる、これが真実でございます。あとですね、ちょっと注目すべきところがですね、この阿弥陀仏とこの弥陀についてる解説を親鸞聖人こうおっしゃってるんです。弥陀とはこれ諸仏のことであると、過度人道教の心なりとね、こう親鸞聖人ね、この作訓といってね、親鸞聖人はね、これ大事な仏語の横にね、なんか解説をされてるんです。ちょっと意外な解説を親鸞聖人なされてまして、それを伺っていますとね、親鸞聖人ね、弥陀といったらね、これはね、諸仏のことだとおっしゃるんです。弥陀とは諸仏、まあ、阿弥陀仏は、ね、根源仏といってね、根本仏で全ての仏を仏になさしめた仏なんですけどね、それを親鸞聖人はあえてね、弥陀イコール諸仏とおっしゃるんです。ここに注目してもらいたいと思いますね。人々を救うにはね、もちろん阿弥陀仏が救ってくださるけどね、現実問題を救おうとした場合ね、やはりね、この弥陀の本願を聞いた方がね、聞いた人がね、諸仏になって実際に弥陀の本願をね、お伝えしていかないと救われないということだと私は味わってるんですけどね。実際人々を救うにはね、ね、こう説法を聞かずにね、阿弥陀様救ってくださいと待っとってね、突然バーンと救われることはないと思うんですね。実際はやっぱりね、説法を聞かなければなりませんね。まことの仏法ね、弥陀の本願を正しく理解して、そして仏法をね、説く人が実際目の前に現れてね、そういう方がやっぱ教えを聞いていかないとね、救いで預かることはないと思うんですね。それで親鸞聖人の味わいを伺うとね、弥陀イコール諸仏、これはね、過度人道教の心、これはですね、これ阿弥陀教の大阿弥陀教という余教のこれ別名なんですけどね、大阿弥陀教はね、こういう余教だとおっしゃるんです。過度人道教、人の道をどする、人の道をどする、過度する、つまり実際ね、大衆に飛び込んでですね、救うていくんですね。現実問題に向き合っている人たちばかりですけどね、そういう人に仏法をお伝えしてね、たとえ罪深い女性であってもね、救うのが仏様の慈悲でございます。そういうね、偽情といって疑いね、弥陀の本願が信じられない人に対してね、自分がね、仏の心を実践していくんですね。あなたを絶対見捨てません、どんな人も見捨てないのが弥陀の本願だということをですね、諸仏のね、役割をね、仏法を説く人がね、まあとても境界は遠いですけど、諸仏じゃありませんが、でも諸仏の自覚を持ってですね、一人一人が仏法を説いて人をね、救っていく、ね、どんな女性であってもね、弥陀の大悲は深い、どんな人も見捨てない、ね、どんな人も絶対に見捨てないのが仏様の御心でありますから、それをね、諸仏である仏法を説く人が自覚して、ね、仏法を説いていく、過度人道教、ね、人の道を落としていく、ね、実際の現実問題において助けていく、ね、現実問題に直面した問題を、ね、解決できるように説法していく、そういう役割を果たすのが諸仏であり、これが阿弥陀仏だと。阿弥陀仏の、ね、具体的な権限したもの、我々が仏法を説いた人が阿弥陀仏の、まあ、化身みたいな感じでね、阿弥陀仏の役割を果たすのが諸仏だから、親鸞聖人には弥陀イコール諸仏というね、あれと思うような言い方をされて、こういうふうにあえてここでね、書かれているのかなと。これ私の味わいですけどもね、この実際この女性でも救われる、これやっぱりね、説く人がしっかり、ね、そういう心でね、
差別せずにね、疑いが晴れるようにね、懇切丁寧にね、どんな人も救う仏法は差別のない教え、どんな人もね、あなたの苦しみの解決ができることをですね、現実と向き合ってね、話をしながら仏法を説いてですね、苦しみの解決を、成し遂げていく、これが諸仏の役割でありますからね、そういう心もあるんじゃないかなと、まあ、私は味わっております。まあこのね、十八願の御心親鸞書にはこういうふうにまとめてね、十八願によって、ね、私たち救われますよ、救われたら必ずね、未来は仏になれる、必ず滅度に至ることができる、そしてその、弥陀の本願には女性を漏らすこともない、女性も救われる、どんな人も救われる、これが真実の仏法であると、もう例外なくね、どんな人も救われる、生きとし生きる者が幸せでありますように、このね、十方死を救うという仏様はまさに仏法の真髄をね、表していると思うんですね。それをまずね、十八願の御心を3つのお歌で紹介され、じゃあ次にね、どういうふうな道のりを通れば好みになれるのかをね、次ね、十九願の御心を3つ、そして二十願の御心を3つ、またね、3つずつね、親鸞書に解説をしておられますから、それをね、この後お話をしたいと思います。